これをね、知らずにですね、新しいこととか、やらないでほしいなっていうぐらい大事なことです。最初苦労しましたよ。違ってたから。新しいことをやってもって成し遂げるっていうことであればね、それまでの環境をガラッと変えないとダメなんですよ。はい、こんにちは、木村です。今回もフィリピンのホースルートからお送りします。もしですね、あなたがいろんな面で成功したいと、うまくいかせたいということであればですね、やっぱりこれが一番大事だなっていう話をしたいと思います。これをね、知らずにですね、新しいこととかまた人生をかけるっていうことにですね、やらないでほしいなっていうぐらい大事なことですので、ぜひ最後まで聞いてください。それ何かというとですね、例えばですね、そう、大学受験になるとき、大学受験、これからやるっていうときにですね、でその学校がですね、まあ、例えば私は慶応、まあ、どうでもいいんですけど、上位の学校に行こうというときに、前のその学校はその学校、まさに慶応とか上位の学校に年間に1人か2人、3人ぐらいしか行かないという環境であると。そういう時にですね、あなたはですね、その学校で、しこしこね、勉強したりしますかと。しまちまとというかね、コツコツというか、しますかという話ですよ。だって周りがね、そういった環境じゃないじゃないですか。で、一方で、やっぱりそういった上位、まさに慶応の上位に行くような専門の、予備校に行ってね、でそこにできるだけ多くの時間をかけて、そこで自習をしたり仲間と触れ合ってね、教え合ってやったりするというのと、どっちがいいかということを考えてみてください。もう一目瞭然というか分かりますよね。やっぱりね、そういった予備校の方に行って、そしてできるだけそこで多くの時間を割いてやる方が明らかにいいんですよね。これはね、やっぱり環境ということなんですよ。全然、違うんですね。やっぱりね、そういった環境に身を置くということはですね、入ってくる情報であったりとか、あとやっぱり、そこで、うまくいっている人、先生とかから教えられる、考え方とか行動パターンとかね、そういうことをね、どんどんインプットしてそれを実践していくっていうのと、あとは全然周りがそういう環境じゃないところにいたら、やっぱり考え方、情報が、そういったレベルなんですよね。そこで自分だけが頑張れるってことはできますかって話なんですよ。違いますよね。同じようにね、例えば、まあ、私はやっぱ不動産投資やってきてうまくいったという実績がありますけども、やっぱりね、サラリーマンしながらですから、サラリーマンの中で、なかなかやるってのは非常に難しかったんですよ。みんなすごくやってないですし、普通のサラリーマンは本当に自分の会社の仕事だけ仕事だけってなってますから、モチベーションも全然違いますし、やっぱりそこは同じような不動産投資でこう、どんどん進んでいく、うまくいってる人の環境にできるだけ身を置いてね、考え方とか行動パターンだったり人脈とかをね、それをね、やっぱりシェアしてもらったり、まあ、もちろん、ね、こっち持てる分も伝えなきゃいけないですよ。そういうね、環境に置いたっていうのがね、まあ実はね、これ途中からなんですけども、最初苦労しましたよ、違ってたから。やっぱりその後からぐんといったっていうのもあります。でね、これは不動産投資だけなんです。例えばまあ副業でね、例えば、どうしよう、FX でやるとか、何かアフィリエイトやるとか、何でも同じなんですよね。まああとは、そうだな、転職して、もう人生やり直す。例えば弁護士になるとか、本人会計士を取ってやるとかってなったら、やっぱりそういう環境でうまくいっている人たちの中に身を置いているのが当然いいじゃないですか。わかりますよね。ですから、何でもそうだと思うんですよ。ですから、ね、成功っていうのは別にすごい大成功してお金持ちになるっていう意味での成功だけじゃなくて、何かを新しいことを成し遂げる、ただそれまでやっていたかった、やって来なかったことで新しいことをやってうまく成し遂げるってことであればね、それまでの環境をガラッと変えないとダメなんですよ。つまり今のあなたがあるのはそれまでの環境の結果なんですね。わかりますか？これすごい大事ですよ。
今のあなたはそれまでの環境の結果なんです。ですからこの後も同じような生活になったらその環境でいいです。ただ人生を変えたいということであれば環境を変えないとダメなんです。もうね、付き合う友達も変えた方がいいです。会社の同僚、これも結局今までの人なので、できるだけ多くの時間をね、一緒にしない方がいいです。会社にいるときは仕方ないです。でもできるだけ早く会社終わったらもう離れてね、別の環境に身を置く。当然週末もそちらですよ、うん、ということでね、まず、環境を変える。何をするにしても成功うまくやるにしたら、したいと思うなったら環境を変える。遊びもそうです。私らでは、まあ、遊びというか旅行などですね、ヨーロッパとかアフリカとか東南アジアで色回ってますけど、的にはそういったところに行って、まあ、いったら住んでる人とかそういった人たちと接するようにしてね、情報とか あとは行った先のスタイルであったりとか、あと人脈も教えてもらったりとかして、それで今こうなっているということも言えます。ですから何でもそうなんですよ。何でもそうです。そうだな、例えば結婚生活とか家族との関係とか、これもうまくいってる人と接してね、話を聞いてみたらいいと思います。やっぱりそうですよね。うまくいかない人といたって、それで愚痴を言い合ったってダメじゃないですか。お互いに愚痴あって慰め合ったって、それが最悪のケースですね、はい、いかがでしょうか。これをね、ぜひもう知ってしまったあなたはね、もう今からすぐに、これすぐに変えることは間違いない、はい、いつかじゃなくて、もう人生短いですから、いいですか、人生短いですよ。いつかじゃなくて今すぐ変えてやることをお勧めします。はい、まあ、この後もね、いろんなこういった話、不動産投資に限らず成功法則であったりとか旅の情報とかをお送りしますので、関心のある方は私のこのチャンネル登録とか、あとは LINE アットにも登録しておくといいと思います。登録の仕方はこの後行います。はい、では今回は以上になります。今日も動画を最後までご覧いただきましてありがとうございます。私の LINE アットでは YouTube では発信していない不動産投資のより具体的なノウハウやセミナー情報なども発信しています。また不動産投資ノウハウの動画13本と通話アドバイスを無料でプレゼントしています。興味のある方は下の備考欄より LINE アットへ登録してみてください。